グラスゴー空港は、スコットランドのグラスゴー中心部から約 11km 西にある国際空港である。スコットランド内では、エディンバラ空港の次に、最も発着便数が多く、乗客数は国内8位で2015年には870万人以上の乗客を扱った。スコットランド西部の飛行や大西洋横断、長距離直行便を担う主要な空港である。 ヒースローエアポートホールディングスによる経営及び運営がアバィーン空港やサウサンプトン空港を所有する AGS 空港有限会社へと移った。空港内テナントの最大利用者はブリティッシュエアウェイズとローガンエアー有限会社で後者はハブ空港として利用している。その他の主要な航空会社としては e g j e t 2ライアンエアートーマスクック航空。 ついエアウェイズなど。1966年に開業し、当初はイギリスやヨーロッパ圏内の運行のみであった。1975年にバーが経営を開始指導者が1980年代に民営化された頃に県外便を提供し始めた。それ以前に県外便を管轄してたグラスゴープレストウィック空港は都市内の第二空港へと降格し、 格安航空会社や貨物事業者、チャーター事業者を扱った。2005年に、バーは、空港発展の諮問書を公開し、既存例後、23滑走路を用いた、北西航路や第二平行滑走路新設、第二ターミナルに直接接続する、東三橋の拡張再開発、既存国際不当西側の拡張などを提示した。また新たな鉄道ターミナル計画は、 空港の旅客ターミナルや立体駐車場と密接に関連していた。2006年11月29日にスコットランド議会はグラスゴー中央駅グラスゴー空港間をつなぐ2011年完成予定の新駅建設を承認したがコスト高等により9年9月17日にスコットランド政府が中止した。空港を通過した770万人の乗客の 現在の姿が期待されている2030年までに空港を通過し年間旅客数の予測3倍に応じてくる今後25年間にいくつかの2.9ポンド億の費用がかかることが予想されるバーの計画では2030年までに約2億9000万ポンドの費用また年間旅客数の3倍以上が予想された空港に市内中心部をつなぐトラムトレインド線構築が 確認されている。旅客数は2006年に頂点に達し8800万人が利用した。2010年まで減少し、転じて上昇し続け2015年には8700万人に増加した。 エミレーツ航空 b o、e、i n g 七七七ダッシュサンレイレイ erflybembrererj－h－jet 二 com ボーイング七百三十七から八百 us アウェイズボーイング七百五十七から二百タキシングモナーク航空ウアバス a 三百三十から二百ファーストグラス号車と空港の契約による二千十一年に。 開始したグラスゴーシャトルバスサービス500のグラスゴーシティセンターへの24時間営業の接続便が現在利用できる。マクギルバスサービス車はペイズリー・ギルモア・ストリート駅、ペイズリー中心部、アースキンとクライドバンクなどと空港を結ぶ757系統を運行しており、ナショナルレール乗車券が使用可能である。ありがとうございます。